松平康秀文化5年8月17日は、江戸時代後期の旗本、長崎武行。後家旗本、前田清長の三男。別名は、康秀、孝平。陽名は、江之助、金は、伊織。官位は、十五位下、図書頭。松平康秀の破格好的には、法歴十一年生まれとしていたが、実際には、明和五年二月五日生まれである。 安永6年7月11日、幕府昇府新組、戸川山城守,守支配松平社人、高津の婿養子となり、二千国鳥の旗本松平家の家徳を相続する。天明8年12月24日、中奥万氏となる。完成6年11月17日、お勝頭となる。同年12月16日、不要許される。 完成8年5月24日、西丸目付となる。文化4年1月30日、長崎奉行に就任する。文化5年6月に、長崎でのロシア船処分法、8月初めに、ロシア船トライの際の港湾警備法を定める。同年8月15日、イギリス船フェートン号が、オランダ船だほのために、オランダ国旗を掲げて、長崎港に入り、 オランダ召喚員二人の捕獲、長崎港内の捜索を行う事件を起こした。これに最終安秀では、福岡藩、佐賀藩、大村藩などの藩兵に打ち払いを命じるものの、有事に対する備えのなかった、当時の藩兵の動きは著しく遅く、特に、長崎経営当番を受け負っていた佐賀藩は、経費節減を名目に藩兵を削減していたことも、重なって、うまくいかなかった。 それに加え、翌16日に、フェートン号側から浸水と食料を提供しなければ、長崎港内の船舶や長崎の街を焼き打ちすると、脅迫を受けたため、やむなく、これに従う。この際、安秀自身は、武力衝突になったとしても相手側の要求を、あくまでも退ける姿勢を示していたが、オランダ省官庁であったヘンドリック・ドゥーフの、 説得によりやむなくフェイトン号の要求を受け入れるに至った。そして、イギリス戦が人質を解放して、長崎を去った17日、自身の意に反して、他国の脅迫に駆使してしまった国辱の責任を取り、切腹して自害した。去年41、長崎奉行の切腹が、幕閣に与えた衝撃は大きいものであった。墓所は、長崎県長崎市の台を閉じ、また、 地元民により、諏訪神社に祀られた。実家である皇家の前岳警府、前岳先祖書によれば、安秀の読み方は、安秀でなく、安房と記されている。また、安秀の死については、長崎武行金約中文化5年母親8月26日、病死す。勤約中につき、長崎において埋葬す。墓所は、天徳寺にあり、法号。 ゲ光委員となっている。幕府への公式な届けでは、切腹による自害でなく、病死として扱われ、死亡日も自害した17日でなく、26日となっている。ありがとうございます。